今日午後0時29分ごろ、宮城県中部で震度5強を観測する地震がありました。各地の震度は、宮城県石巻市で震度5強、宮城県の女川町、大崎市、涌谷町で震度5弱、岩手県、宮城県、福島県の広い範囲で震度4などとなっています。この地震による津波の心配はありません。今回の地震の震源は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。原子力規制庁などによりますと、福島第一原発と第二原発には新たに異常は確認されていないということです。また宮城県の女川原発への影響もないということです。警察庁によりますと、これまでに宮城、岩手、福島の各県で地震による被害は確認されていないということです。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は盛岡と新白河の間で停電が発生し、一時運転を見合わせましたが、すぐに再開しています。他の新幹線への影響はありませんでした。